2010年代初頭までは上本町行きの方向幕が見られたが大阪線の車両は2012年の白紙ダイヤ変更の際に方向幕を交換したため現在は名古屋線の車両による運用の列車を覗き見ることができない2015年9月に新たに設置された案内看板大阪上本町駅は大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目にある 近畿日本鉄道の駅、駅長配置駅である。第3回近畿の駅100線に選定されている。駅番号は、ナンバー線、奈良線が A03、大阪線が D03 である。大阪線の起点であり、近鉄の直径母体である、大阪電気軌動会行事からのターミナル駅。天王寺区上本町6丁目に所在し、大阪シティバスの停留場名が、 上本町六丁目であることから、上六とも呼ばれる。1970年の南波線開業によって、特急を含めたすべての奈良線の列車と、名阪特急などの一部の大阪線の特急列車は、大阪南波駅を発着するようになり、南波線開業以前と比較すると、ターミナル駅としての役割が低下した。一方、大阪線一般列車と一部の境特急は、 依然として、当駅地上の東端式ホームを発着し、今でもターミナル駅としての機能を一部維持している。近鉄の大阪の主要駅では、大阪阿部の橋駅、鶴橋駅、大阪南馬駅に次ぐ4番目の利用者数となる。線路名称上は、当駅を通る路線は、大阪線、南馬線である。詳細は、各路線の記事及び、鉄道路線の名称等を参照されたい。 地下通路により、以下の路線と接続されている。大阪線の列車が発着する、行き止まりの串型形7面6線の地上ホームと、奈良線の列車と一部の大阪線特急列車が、発着する、相対式2面2線の地下ホームに分かれている。地上ホームと、地下ホームは改札内で階段を通じて結ばれている。改札口は地上に1カ所、地下に3カ所ある。特急圏。 定期券ともに発売窓口と自動発売機で即時購入可能。有効庁は全ホーム重量。地上ホームの並びは、北から3番線公車ホーム、3.4番乗り場、4.5番線、公車ホーム、5.6番乗り場、6.7番線、公車ホーム、7.8番乗り場、9番乗り場の順。近鉄の他の東端式ターミナル駅と異なり。 種別別ごとのホーム区別はななされていない以前は地上ホームから発着する名古屋駅特急が平日朝の一本のみあったか、2016年3月19日ダイヤ変更時に大阪南波発に変更され消滅したほか、地上ホームから発車する特急は8時特時に、東駅発の賢島駅特急以外は朝の7時から、 夕方の19時にかけて、毎時一本東駅発の境特急が設定されていたが、現在、地上ホームから発車する特急は7時と8時に、宇治山大駅特急と8時から9時と2等駅発の、鹿児島駅特急、17時から19時台に、毎時一本東駅発の境特急が設定されている。なお、8番乗り場と9番乗り場は、 同じ線路を共有しており、特急とそれ以外の種別で使用ホームを分けている9番乗り場は2018年1月現在近鉄で最大のホーム番号である。旧大規ビルディング開業時の駅は現在よりも北にあった。駅前には大阪市電が走り、上本町6丁目電停から9条高津線で大阪南の繁華街へ、上本町線で4点のうさらには 大手前上本町線、谷町に江谷川線経由で大阪城や大阪府町へと大阪市以外の東玄関として抜群の立地を誇っていた。1926年、駅前の道路拡張に伴い上本町駅は南側に移転する。この時に武田51、片岡安の設計による日本初の駅ビルが建設され大阪市内の一大ランドマークとなった。 当初は食堂や菓子店舗、本社事務所などが入居していたが、1931年には増改築の上、ここに大規百貨店をオープンさせた。これは後に近鉄百貨店上本町店となり、現在まで営業を続けている。駅ビルは戦後、南波線建設に伴う駅改装工事により建て替えられた。南波線開業に伴い、上本町駅の地位は、 相対的に低下、2004年には近鉄劇場が閉鎖している。そこで近鉄は南場にあった新歌舞伎座を近鉄劇場後に誘致し、2010年8月に新歌舞伎座商業施設とオフィスからなる複合ビル上本町ユフラを建設して手コ入れを図っている。歴代上本町駅の鉄道配線略図の変線を表示するには右の 表示をクリックされたい。開業時は発着線2本をホーム3面が挟むシンプルな構成で中央を乗車ホーム、両側を降車ホームとしていた。1926年の移転時に完成した駅は出発線と到着線が立体交差しており、出発列車と到着列車の相互支障が生じないよう工夫されていた。串型ホーム手前には降車ホームがあり、 ここで乗客を降ろした後乗車ホームに入線していた。1930年には、三宮急行電鉄が山田駅まで開通するのに備え、三両編成用の発着線を2線新設した。1933年にはそのうち1線を6両編成分まで延長、期限2600年記念行事を目前に控えた1939年には、 新たに6両編成分の発着線を駅南端に増設した。これらのホームを発着する4両編成以上の列車は、配線上直接のり線に合流することができず、下り線をしばらく逆走した後、東駅と鶴橋駅との間にある渡り線を使ってのり線に合流するという非効率な運転を余儀なくされた。戦時中の統合政策により、近鉄が発足し、 迎えた戦後1956年には、大阪線と奈良線を分離し、線路別複々線とする工事が行われた。これに伴い、上本町駅も改造が行われ、校舎ホームと立体交差を廃止、串型ホーム9面を8線となり、奈良線と大阪線がそれぞれ4線ずつ使用した。1970年3月1日には、南波線完成に伴い、奈良線ホームが、 地下に移転。この時点では、南馬線内は営業運転を行わず、南馬まで終熟運転として往復し、再び上本町から客扱いを行った。同月21日には晴れて営業運転となり、この時から地上6線は大阪線専用となった。1985年10月には大阪線の重量編成化に伴いホームを延長。 1993年には、引き上線を新設している。2018年11月10日の1日、乗降人員は77,990人である。近年の1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。駅周辺は、上本町、上六と呼ばれる繁華街となっている。近鉄のターミナル駅であったという歴史から周辺には、近鉄グループの百貨店や、 ホテルなどが立ち並んでいる。駅周辺は、阪急の西宮北口駅とともに、関西の塾、予備校の激戦地区として知られている。以下のバス停が最寄りである。市内路線は、大阪シティバス、近鉄バスの2社が運行。公式の乗り場マップは、大阪メトロのホームページにて公開されている。また、下記停留所の北行き、南行きなどの表記は、 上本町六丁目交差点を基準として記載した。上本町六丁目停留所については、乗り場番号を記載し、上本町六丁目東を上六東、上本町六丁目南を上六南、上本町七丁目北を上七北と記載する。複数の乗り場に停車する場合は、停車順とする。かつては堺東、駅前、鶴町指定目。 伏せ三の瀬まで至る系統が運転されていたことがあった。安倍の橋発で上町筋、上本町六丁目経由だった時代の22号、系統諏訪神社前駅は、上六交差点を挟んで上町筋で2カ所、千日前通りで2カ所、計4カ所の上本町六丁目停留所に停車していた。また、鶴橋駅前方面から到着する。 上本町六丁目終着のバスが設定されていた、時は、上本町六丁目東交差点手前の、交車専用停留所が終点となり、その後同交差点北西角の走車場に入庫していた。かつては平岡、石切神社方面行きのバスも運行され、1960年代には2階建てバスで、ある、ビスタコーチも投入されていた。大阪国際空港行きは、元は、 関西空港行きと同じ乗り場であった。その後現在のバスセンターに移転している。駅2階バスセンターには、かつて、九州、本州各都市への夜行便を中心とした近鉄バスの路線や、伊カ鉄道のカブトガニ号が発着していたが、2013年3月16日以降、東バスセンターでは予約、発見などの窓口業務のみ行っており、 高速バスは発着していない。なお2013年3月現在、近鉄バスや中国バスの高速バスが発着する東バスセンター、駅から最も近い場所は、大阪南馬駅から徒歩連絡のキャットビルもしくは、安倍の橋バスステーション。大阪バスが運行する高速バスが2013年12月1日より、上六交差点西側のハイハイタウン前に停車するようになった。 近鉄バスが運行する大阪市内定期観光バス、大阪スカイビスタが2014年の開業以来、上本町バスセンターに発着していた。2016年2月1日から、大阪駅 JR 高速バスターミナル発着に変更されたため、バスセンターからの発着はなくなった。かつては、近鉄観光バスの営業拠点もバスセンター内に、 あったが廃止されて、不正観光営業所を拠点としている。ありがとうございます。